あいませよー22分だーということでね、ちょっとびっくりしたね。昨日ね、もう4時ぐらいまで、まあ、スマブラしてて、あのね、パックンフラワーのね、冷凍700万ぐらいまで上げたんですけど、それで今日ね、2限から授業だったんですよね。2限から授業で、まあ、10時半とかに起きればよかったんですけど、なんかね、8時過ぎぐらいに起きちゃって、でも二度寝しようかなと思うけど、その二度寝前に、ちょっと携帯見ました。びっくらこいた。これ、びっくらこいたということで、20新曲こんなことあんの？なんかさ、ずっとさ、6月30日と7月1日に何かが出るぞみたいなのはもう公式から出てたんですけど、公式のホームページか、ファンクラブとかで出てたんですけど、これ今日の4時かな？ 4 時に、そうだね、多分4時にっていうことだね。朝のニュースに出ることは大体4時に出るんですけど、このたまごっちの時間と同じ時間ぐらいにもう4時に出てて、コカ・コーラとね、タイアップ。ということで、そのコカ・コーラの新 TVCM で、スーパーサマーっていうね、最新曲。超夏って意味やね、これ。スーパーサマーっていうのがね、これ、CM ソングに決まりました。その記事からちょっと見ていきますね。はい、20夏全開のコカ・コーラ新 TVCM 出演最新曲スーパーサマーが CM ソングにと。これすごいよ。20が6月28日月曜日より全国放映されるコカ・コーラの新 TVCM この瞬間が私、サマー編。15秒30秒に出演すると。まだコカ・コーラとねやるんやね。この夏に実施されるコカ・コーラサマーキャンペーンでは、6月28日より CM この瞬間が私サマー編を全国で放映するほか、7月9日金曜日より動画コンテンツコークサマーチャレンジをコカ・コーラ公式 YouTube チャンネルと出演する YouTuber のチャンネルで公開。これ20が関係ないか。これは20関係ないか。別にさすがに分かんないです。多分関係ないです。これはで、新 CM は、ドーンキャンペーンのコンセプトである、新しい夏始めようをテーマに、20のメンバーが思い切り夏を楽しむ瞬間を描いてる。これ後でね、写真がいっぱいあったら、それもお見せしますね。で、また CM ソングとして20の最新曲、スーパーサマーリリース日未定が決定。未定が決定と。TVCM のテーマにぴったりのアッパーで夏全開の20初のサマーソングとなると。これ結構前にさ、なんか、コカ・コーラの CM に虹使われてるぞみたいなやつ、これだったんかな多分。ちょっとわかんないですけど。もうすぐね、多分なんかの YouTube、コカ・コーラか、なんかの YouTube では多分出ると思うので、CM も。コカ・コーラ出るんじゃないかな。これ、まあ、今ちょっと撮影したのが9時になったんですけど、9時の段階ではちょっと出てませんでしたね。多分ね、ごめんなさい。多分です。でも多分もうすぐ出るかなんかすると思います。で、ハッシュタグコークサマーチャレンジでは、20メンバーがオリジナルのコークミックス作りに挑戦する夏のコークミックスチャレンジと、人気 YouTuber が出演する夏のコークがうまい瞬間チャレンジの2つを公開。新しい夏のコークの楽しみ方を提案すると。要は20がやるやつと人気 YouTuber がやるやつもあるんだね。だ、人気 YouTuber ってことはもうすぐ俺らに声かかるのかな。多分そうやね。多分僕らにもうすぐ声かかるので、僕らと20のコンテンツとなりますね。ちょっとね、 CM ストーリーについて説明しますね。クーラーボックスの中でキンキンに冷えているコーク、その中の一本を勢いよく取り出すと、コークと一緒に新しい夏始めようのナレーションとともに、20のメンバーがそれぞれペアとなり、青空の下たこ揚げに挑戦したり、スカーフを持って波打ち際を元気に走る、メンバーの決め顔が映った後、みんなでスマハマを走る姿が、コカ・コーラ片手に休憩する姿など、メンバー同士で海を楽しむ様子を撮り合ったかのような思い出の写真が次々と流れる。これめっちゃいいよ。夏はコークのナレーションとともに、コカ・コーラが勢いよく開封され、この瞬間が私のコピーとナレーションとともに、20のメンバーが各々の瞬間を楽しみに、美味しそうにコカ・コーラを飲んでゆく。これ素晴らしい。早く見たいわ。ぴったりのサイズでのナレーションとともに、コカ・コーラの350、500、700、1.5 リットルのペットボトルが登場。最後にコカ・コーラのロゴとともに、20メンバーの全員でタコを上げながら砂浜を楽しそうに駆け抜けていく。寝起きです。全然寝起きです。で、その下にね、撮影現場の様子だったり、20へのインタビューみたいなの書かれてるので、ぜひね、それもね、このサイトとかに飛んで、もう調べてあると思うんで、それは見てみてほしいなと。なんかその CM 撮影時のね、なんかいろいろ言ってますね。あやかちゃんがコーク落としをした時はみんなが本気すぎてちょっと怖かったんですけど、その姿で楽しめたと思いますって言ってます。可愛いですね。まあ、こういう感じでいろいろあるので、これぜひ見てほしいなと。で、今からの写真見ていきますね。はい、まずこちらです。ドンということで、これね、なんか、昔もこういう感じのあったじゃん。昔とか前のやつも。まず、まこちゃんね。これもうなんかね、いい笑顔です。これ本当に。
爽やかでなんか新しい髪型ではあるよね。でリマ、リク、マヤちゃんがなんか塗っとるわ。な椅子かな、何を塗ってるか分かんないけど水色に塗ってて、でマヤカちゃんとリオちゃんがねなんか楽しそうに喋ってるよと。でなんかニナちゃんの話を楽しそうに聞くあやかちゃんのミーちゃんで構図やね。可愛いわ。なんかいいね。なんかコカコーラってなんかやっぱ夏のイメージが多いかな。なんか夏でクッて飲むみたいなイメージ多いね。で次こちらですね。これタコあげてんのかな、みんなで赤いタコあげてますね。可愛いね。青春って感じするわ。青春って感じする。で次これがボーンと全員揃ってますよっていう、これもいいわ。うわまこちゃんの髪型なんかやっぱ独特やわ。でみんなイメージカラーとはちょっと違った服着てるわね、着てるわねと言ってしまいました。で次がリオちゃん、日傘差してるのかな、可愛い。肌がつべつべ。これ絶対美人、なんか美人女優かなって思っちゃうわこれ見た瞬間は。はい、でこれねあのみんながね走ってる写真やね。雨降ってるわけじゃないのかな、なんか天気あんま良さそうに見えないね。うわみーひちゃんがめっちゃ可愛い。なんかお姉ちゃんたちについてってる末っ子みたいな感じするわ。あでやっぱリオ先頭なんやな、なんかリオ先頭って感じするもんね。なんかいいわこの写真、いろいろとこれで考えられる。まやちゃんもすごい楽しんでるし、いろいろ楽しめるわ。いいね、いいです。これ皆さん見てね、いろんな考察してください。それが楽しいからね。でかっこいいまゆかちゃん、こちらねかっこいいまゆかちゃんなんですけども、後ろはニナちゃんやね。かっけえわ。なんでこんなコーラ持つけどかっこよくなれるんやろ。であやかちゃんが目つぶって飲んでると。この写真めっちゃ可愛いわ。この写真やばいな、あやかちゃん。これサムネ候補やねこれ。でリマちゃん、マヤちゃん、リクちゃんが楽しそうに喋りながら飲んでるよと。この海めっちゃ行きたいやん。この海、この砂浜のみ行きたいわ。めっちゃどんどん行きます。でこれまこちゃんやね。これもめっちゃ可愛いわ。この髪型いいね。なんか攻めてるね。やっぱ攻め大事だよね。で次これニナちゃんの美、カメラマンさん変わってください。カメラマンさん変わってください。はい、そうだね、合ってるわ。一言一句合ってる。カメラマンさん映ってるのずるいわ。こんなんもうツーショットみたいなもんやから、ツーショットやからねこれ。カメラマンさんとニナちゃんのズリエ。でミーヒちゃん、でミーヒちゃんこれもやばいわ。何この顔、どうやったらできるの、そんな可愛い顔。コカコーラホッピーに当てられるだけで、ホッピーにコカコーラ当てられた反応の中で可愛い写真選手権で1位やん。出そうや、出そうやなこれ。で最後ね、これみんなで撮りましたよってシーンやね。これ新ビジュやな、完全に。これ完全に新ビジュやわ。なんかやっぱみんながイメージなカラーと違う色着てんのもなんかいいね。俺だけかな。あ、まあ、まこちゃんとかりまちゃんは一応メンバーカラーだけど、なんかリオちゃんとかもこの色のイメージないしね。はい、ということでね、やっぱ可愛いね。夏のね新曲決まって、だから6月30、7月1日になんか出るのはこれ関連かもしんないね。夏の新しい。で、フェスタとかもまだなんか色々あるからさ、フェスタの話とかも出てくるのかな ?6 月30とか。っていう感じだと思うわ。で、だから新曲系かな、これだからだいぶでかいです。ちなみに。なんでちょっとね、まあ、他のインタビューだったり、そういう動画はね、多分後日上がったり、まあ、インタビュー自体はもう文字ではあるんで、まあ、それぜひね、読んでほしいなと思います。こういうね、情報だったりもね、こう、まあ、気づき次第なるべく早く出したりもしてたり、いろんなね、20のね、企画とかね、いろいろなんか、まあ、いろいろやってるのでね、ぜひね、20好きだよとか、20って方はね、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいなと思います。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。